今日やることは、はい、トリップも回ってるんですか。はい、すごい釣り子さん突然回すから嫌ですよね。もう逆光です。はい、ワサーオールスタークラシックまで、1ヶ月半、まあ、1ヶ月切るとさすがに釣りの準備をしたいんですけど、1ヶ月半なんでそろそろボートを動かして、あとは細かいところ整備ですねをやっていきたいんですけど、今日は多分エレキの横の360度ギュタンの振動子を固定する作業 と、あとこれボートデッキ張り替えたんで、ちょっとデッキの上で物取りをしたりとか、あと新しく出るちょっとクランクベイトを、まあ、ポイントに絡めて投げてみたり、船にガソリン、これも全く入ってないんで船にガソリンを投入してみたり、ガソリンタンクきれいにしたとか、そういったことをしようかなと思って、サバラに来ました。やりたいことがいっぱいあるんで何ができるかわかんないんですけど、ちょっとずつやっていきたいと思います。こんなのダラダラした状態でお付き合いしていただいて申し訳ないです。いや、2020小森さん指導の瞬間に立ち会えて光栄です。そうですね、まあ明日とか結構あったかい雨がザザ降りになるみたいなんで、本当は亀山とか行きたいんですけど、まあ指導というか、指導の指導、指導の指導のための準備ですね。はい、まあ、やっていきましょう。はい、なので一回船をどうしようかな、こっちにバックで入れちゃって、あまりやって、はい、適当に動かしたいと思います。はい、はい、はい、まだちゃんと完成してないんですけど、これでね、こうやってこれをつけようと思って。ああ、それで固定して、そうそうそう、でちょっと持ち上げとけば当たらない、あのあれしないから、あ、走行中とかに不意に振動しないように、振動しないように。そうなんです、しないか、あ、しないですね。魚探のコードがどう動く、はい、これ漁師の仮止めの姿、はい、ほら、あ、ぴったりですね。ちょっとこれでも長いな、ちょっと引っかかってますね下、うん、なんかやっぱ紫じゃないから小森さんじゃないですね。あ、やっぱなんか小森さんってサンバイザーなイメージですよ。髪の毛がね多いですからね。はい、あ、その方がいいような感じがしますね。私はこれ、はい、はい、やっぱ勝ってる時大概あのフルーガーとかのサンバイザーでしたからね。青のサンバイザー良かったですね。あ、あれかっこよかったんですけどね。あ、いや、でも最近な、まあ、デザインですよね。フラットキャップですから、はい、いろいろ間に合うのかなと思って、11時ぐらいまで終わればいいですね。はい、軽いっすよね。サクサクですよ、リチビーがあると。さすがに36ボルトになると、いや、でもなんかそんなに、そう、こういうのが大事なんですよ。やっぱりね、半年出てないじゃないですか。はい、バッテリーの配線がさっぱりわかる。こういうのがいきなり現場でなっちゃうとあれだから、事前のこの準備が、そうなんですよ、とか思っちゃうんですよね。まあ、来た甲斐はありましたね。これで魚探つけるだけで何が足りないか分かりますもんね。はい、今明らかに後ろのバッテリーが1個空になってましたもんね。これどんぐらいぶりなんですか、このバスボートを触ってるのって。まあ、去年の桜が中心になった日程のちょっと前に川口湖に行ってるんですけど、はい、川口湖以来じゃないですかね。あ、じゃあ一回ちょっと偽装チェックした方がいいですね、やっぱり。ですよね、うん、2月中に稼働させておけば、はい、3月の試合に最悪ここからまでなんかメンテナンスできるじゃないですか。そうですね。でもこれが3月入ってからだと何にもできないんで、バサクラがあり、九州も行かなきゃいけないし、はい、プラも始まり、ね、悩むね。
ここ行ってね、せっかくだったら全部アンダーソンにしたから、ね、うん、これ2000円ですよ。そう、2000円。これは耐性温度が高い、なんか2000円。これ巨端ですよね、うん、あれも使ってますよ、ライトスコープ、うん、ちょっとしたはい、今日整備です付き合っていただいてますが、これね今日これもつけようと思ってるんですよ。これリチビーの、インジゲーター、はい、バッテリーインジゲーター36ボルト用、これをつけるとリチビーの今までこう残量の分からなかった、はい、リチビーの残量が分かるという、まあ、あとなんか細かいメニューがついてるけど、まあ、何にも分からないんで、これからこれを読んで常に備え付けるっていうものですか。そうですね、こうやって残りのバッテリー残量が出るんですよね。あーでも、はい、リチウムイオンってなくなるとパーンってそこで終わりってよく聞きますから、ね、結構 12.8V ずつ維持していて 13.4V かな維持していて、はい、なくなるとパタッと止まってしまうんですよね。うん、だからまあそのなくならない、僕なくなったこと1回しかないんですけど、はい、その3日間使い続けて、はい、最後なくなっただけなんで、まあ、ほぼなくならないんですけども、残量が分かればよりそういう危険性を防げるというので、このインジゲーターがまあ今度出ました。特にレンタルボートでリチビー運用を考えてる人にはマストのアイテムになるかもしれないですね。あった方がいいでしょうね、うん、そんな高いものじゃないんでつけてもらった方がいいかなと思います。で、まあ、その前にこれまず英語を勉強しなきゃダメかもしれないですね。まあ、そんな難しいこと書いてないです。7カ国語に精通している小森さんで、はい、英語だけちょっと不得意なんですよね。英語だけできないですよね、まあ、そんな難しいこと書いてないですよ。ほら1200mm 5.5 から2.1 それ英語じゃないです。なるほどね、ここコネクターがついていて、はい、多分これをバッテリーにつなげって書いてあると思うんですよね、はい、ただまあ教授が出てきて、はい、で多分最初の設定をちゃんとしてなくなった時の数値が測るようになるの出るのかなっていう、そうですね、ですね、まあ、これをちょっと今日ついでに取り付けちゃうか、簡単につけられそうなアタッチメントもある、はい、そうですね、だから普段こうしておいて測りたい時にこれつなげばいいのかもしれないし、まあでもちょっとこのあでもそういう感じっぽいですね、はい、接触が怖いけどね、うん、まあいろいろ考えます、はい、はい、やっぱバスボートってあれですね、こう一つ一つ工夫してどんどん自分の城が出来上がっていくっていう乗り物なんです ね、 そうですね、意外と面倒ですけどこれが楽しいっていう人もいるんですよ、はい、今日釣りに出たいとか思っちゃうともう気持ちが焦っちゃって、うん、めんどくせえとかなっちゃいますけどね、うん、これ整備の日はもう整備でとにかくしっかりとセッティングを出すっていう、そうなんです、その整備の日に呼ぶなよっていう話なんでしょうか。いやいや整備の整備するよっていうから俺が勝手に行くってなっただけなんで、こうやってプロショップケースさんに手伝ってもらって色々できるっていう面もあるはい、バサクラに向けて指導専用の工具があればパパっていくんですけど ね、 そうね、うん、あるんですかね、切り替えとありますよ。でも間違えちゃうと、うん、あれ結構配線切れても気にしないやつじゃないですか。はい、一本の上げが気にするんですよ。あ、これアンダーソンコネクターに付け替えですか。そうです。動画回ってるんで下ネタ禁止でお願いします。マジですか。はい、喋る言葉がなくなっちゃってあー、それで して圧着するんだけど、圧着面が弱すぎて本当にこれでいいのかどうかいつも不安になるんですよね。
わした方が。合わした方がいいですね。本当細かいとこは細かいですけどね、小森さん雑なとこ雑ですよね。昔稲葉さんのブログにちょっと書いてあるこいつは器用なのか不器用なのかが分からないよね。まとめてあっちゃくでいいのかな、そこが心配ですよね。あ、でも、はい、入りますね。入ったって全部圧着されるのかな。どれかが抜けちゃうと嫌ですよね。段階的圧着まあまあビニ手でさらにグリグリ巻きにした方がいいかもしれないですね、その上のところ。あ、大丈夫。僕もね、やればやるほど毎年思いますよ。パスプロになるにはね、電気工学とかやってた方が良かったなって。生物学じゃなかったなっていう。そうですね。ところはいつも感じるところです。手も巻くところ入んなくなっちゃうでしょ、この隙間。1枚ぐらい巻けるか。巻くとしたらちゃんと巻いておかなきゃね、これ。はい。あれ？ほら、もうこういうことなんですよ、僕のダメなところはね。ほら、プラス。確認しましたよね、やるときにね。マイナスだからみたいなこと言ってましたけどね、多分そうしたら焼き、すげえ焼けちゃってる、線が。あこれ良くないですね。これはね、通電率が普通に落ちるんで。頭から何か、頭から変えるか、もうちょっと切ってみますよ。いや、先だけっていう可能性も、これここ一番負担かかるんですよね。もうちょっと切ってもいいですか。この色でずっと来ちゃってんだったら来ちゃってもいいかもしれない。絶対ダメではないですけど、かなり効率は落ちちゃってますね。それはね、認識してる。認識してる。どうしよう。そうね、それでも重要付けなんだよ。12だったらもう逆にそれで死んでる。これでいいんすか。いいよ。不安がいっぱい、夢いっぱい。夢国体茨城だ。よくわかんないですけど。これ茨城じゃない、千葉県だよ。これ千葉ですね。不思議だよね、これがわざと茨城だと思ったらさ、はい、この向こうだけ、はい、茨城じゃない、千葉なんですよ。いや、そうなんですよ、はい。俺あっちであの横トネで車上荒らしにあって、茨城県警に連絡したら、いやそこ茨城じゃないですって。千葉県は本州と繋がってなかったっていう話がこれであったんですよ、はい。つまり、はい、千葉県は、はい、利根川と江戸川で区切られた範囲が千葉県、はいはい、本州と繋がってないっていう、はいはいはい、だけどそこがあるから繋がってるっていうことで、あ、落ち着いたらしい。落ち着いたんですね、はい、それ良かったです。いいんじゃない？ダメ？切れる？切れないんですけど、ここですごい細くなるんで電圧が下がる。絶対下がるんですよ。ナイトスコープが真っ黒じゃないですか。間に合う？もう間に合わないんです。もう一個買えばいいじゃないですか、小森さん。コネクタ。これ一個7万円もするんですよ。1500円ですよね。いや、でもやってもらった方が俺いいと思いますよ、ドライブスコープは。マジで立ちスペアに。これは難関時用に保管しておくとして、もう一個買って太い線に変えた方がいいんじゃないですかね、マジで。逆だ、逆ですからさ。これは、はい、使っておいて、何かの時用に何かあったら変えよう。あ、そうですね。本ちゃんの時はその作り込んだやつで本番はやって、練習の時はこれで、これでやって、いきなりダメになる。
いや、いけないためにはならないと思いますけど。アルチカどういう人ですか？熱を持ってしまうので。完成したやつ持ってくるんですか？完成したやつ持ってきますか？ある。プレイ。一生懸命入れてる僕はこれ何なんですか？それ予備パーツを作ったということで。よし。目に見えないところで変に熱持たれるのは怖いですね、こういう泉質の中で。まあ熱って目に見えないですからね。これがさ、ほぼほぼ今日完了になっちゃうんですけど、はい、まるで釣りに出れちゃうかのような。もううなぎ食べて帰りましょうよ。あ、それもありですね。いやでも投げてるシーンとか欲しいですけどね、ちょい。まあ試し思想は必要ですね、ここまでセッティング出したら。まあちょっと思想はしたいです、ね、はい。本番まであと1ヶ月。え、バサクラって何日なんでしたっけ？21、22。あ、じゃあもう1ヶ月ちょいちょいなんで、火入れた方がいいんじゃないですか、ボートに。いいですね。はい、うまく売れられた感じ。いや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 、熱いっすよ、こんだけの経営で。そうですね、13尾は俺別にあると思う。誰に尽くせるやつさん、素晴らしいピットですよ、ここは。もうどんどん作業が終わっていきますね。そう、でもまあこうやって自分で船をやってるとワッキーさんもよく見てくれるので、はい、でも任せちゃうので、ね、いや船関係は本当信頼できるマリーナで買った方がいいですよね。売ったっぱなしだと困っちゃいますからね。何がいいかってね、やっぱりこうどういうトラブルが起きるかっていうことが想定できるかどうかっていうことが大事で、マリーナさんが、はい、基本的にはあの僕はこうケイツさん、このアッキーを信用しているのは、やっぱり想定しうるトラブルをちゃんと聞いてくれるんだよね。はい、やっぱマリーナさんだってやっぱりその毎日連れてるわけじゃないから分からないじゃないですか、こういうことが起こるとか。例えばこういうところがこうなったよって、はい、ああそうそうなっちゃうんですか、あそうなんだってことを、まあ、蓄積していって、じゃあそうならないためにどういう対策をするかっていうのが本当は彼らの仕事なわけで、うん、だからその情報をちゃんと処理してくれるところ、まあマリーナとセットでやってるところは結構みんなそういうところが多いんで、うん、できますけど、僕はこう昔から付き合いのそんなね、来てくれるんで、とっても助かってますね。やっぱりシーズンほら長いじゃないですか。はい、不具合は絶対出るんで、はい、なんで不具合あったのか分かんない。いやー、あの小森さんの設置が結構今見てた全体に雑なんじゃないかなっていうのはちょっと感じたんですけど、もうちょっと丁寧に繋いだりした方がいいんじゃないかな。えらいセットですか。もうネジとかもいいんで、もうやっちゃえみたいな感じで勢いで。僕はね、効率を重視してるから大丈夫ですか。こうした方が効率がいいってことはそうしてるんですよ、はい、実際ね、アッキー俺のやり方で何か壊れたことはないよね。そうですね。むしろほらネジ上がる、大丈夫だよね。あそこはね、なんかどうしても動いてしまって、はい、あ、はい、力の掛け具合はこれ大事で、はい、ギューってやっちゃう人いるじゃないですか、はい、これあのトルクがちゃんとあって、はい、そのなんとなくのトルク感が分かってるか分かってないかって重要で、はい、あの多分ビットさんは一般の方に触ってもらうのそれが一番心配しちゃう。ネジだけはね、グリグリってやってネジ切れちゃってるのは結構あるし、車のタイヤとかでも踏んでますとか昔言ってたじゃない、はい、あんなことやったら一発で壊れますよ今。うん、こだわりがあるらしい。分かる、この角が邪魔になって、確かにこっち向きじゃねえなと思いつつやったら、そっち向きだよ、こうしたいんですよ。ああ、本当だ。すごい。俺はこの距離を離したかった。うん、ああ、そういうことだったんですか。コードとコードが近い。どうしても熱持ったら溶けて、ショートする可能性があるから、はい、それが怖いんだけど、まあこんだけ溶けて大丈夫。うん。ね、熱持たないために太い径に変えたんですかね。そうですね。でもこれは分かる気がする。あ、でそうなる。なんでか、下に垂れるというとそこが浸水する可能性もあるし、はいはい、これならここまで伝えれる、はい、まあ、
モリス来たら大音だけどね。さあ軽いね、しかしこれ片手でひょいですもんね、やっぱり指っぽい持ち上がって、これは軽い、12ボルトのおもちゃだな。36はちょっとやっぱさすがに導ってんじゃねえよって言われるんですよ。流行りのワードなんか最近の JB トップでお前リチビってんのみたいな先輩プロに、はい、リチビってんじゃねえよみたいな言われないからそんな厳しい世界でもないです。体育会系そんな今そんな生き方をしてると生きていけなくなっちゃう、うん、夜間の水を飲ましてもらえないとかそういうことではないですよね。夜間の水を死ぬまで飲まされるオッケーでしょ。はい、電気回りスタンバイ基本これでオッケーです。はい、こっちはせっかくあるインジケーターをつけてますね。インジケーターつけてないですね。インジケーターまたやっときます。はい、シーズン開幕までに動かしてもらっていいですか。ありがとうございます。1回 何リッターぐらい給油するんですか。これね、今カナダで、はい、今3万円入れました。3万円分これセルフだから自分で入れられないんで、はい、入れてもらうんですけど、はい、3万円ですよ。あ、ガソリンタンク清掃したんですよ。はい、これまで実際150しか入んないところで、はい、去年も140まで走ったのに、はい、朝からの初日から、はい、結構ヒヤヒヤで帰ってきたんですよ。はい、それがタンク清掃したら、はい、200タンクって書いてあって、はい、実際200入るんですよ。今、廃屋150円で3万円入れました。3万円入れたら何日ぐらいの練習持つんですか。実際200全部使い切ろうと思ったら、佐原会場から土浦まで片道行ってきて、はい、あ、往復行って帰ってきてプラス砦まで行って帰ってくるぐらいはあると思います。あ、でもそれぐらいで3万円終わっちゃうんですか。終わっちゃいますね、いけなく。まあ、でも今3万円全部そのまま走ったとしても2時間持つんです。あ、パチンコさん行ったら2時間持たないですから。あ、まあそうですね。いやでもそんだやっぱ練習ってすごい予算かかりますね、そう考えると。あ、でも練習は今日全部見るわけじゃないから、1回途中までどんぐらいかかるかとか測ってみたりはしてるけど、基本的にはエリアエリアで見ていくし、はい、船が下ろせるところも各地にあるんで、はい、例えば北浦から下ろしてもいいし、はい、横利根から北利根から下ろしてもいいし、はい、まあ、あの僕の場合ルートフィッシングさんからサポート受けてるんで、はい、下ろすところは船側、はい、北利根北浦3箇所ありますね。それがね土浦方面から下ろすマリーナもいくつかあるんで、まあ下ろせるところはあるんですよ。なのでエリアごとに分けていくと僕らではそんなにガソリンは使わないから、まあ、実際3500回転とかプレーニングして直ぐらいのスピード、はい、まあ、完全走行してると、はい、まあ、1時間走ってもそんな1時間走って20使うか使わないかぐらいかな。ただ全開で踏むと1時間ぶっちぎり走ると、うん、やっぱもう80とか使っちゃってるので、はい、そうですね、ギアがないですからね。まあ、そうです、まあまあそうです。700円、7500円、1万円、スタンドの機械がセルフなんでハイスピードで入んないんですよね。だからタイムオーバーになっちゃったり金額で上限になったりするんで、まあ分割し入れてもらってるんですけど、今3回目のトライです。でも湯水のようにやっぱ飲み込んできますね、ガソリンを。そうですね、今現段階で1万2500円入ってるんで、多分あと8000円ぐらいいっちゃうと思うんです。4907円、7557円から8000円、1万円、全部で3万円ちょっと、3万1000円ぐらいですね。ということは200リッターちょっと入ってますね。多分管のところから入ってるからタンクから、いやーかなりの出費です。これでしばらく、はい、僕はご飯と味噌汁だけの生活になります。
だいたいさっきから全部会話が使えない内容水温って書いてあるんですよ。水温 10.4はい、でもいい加減10度とかないわ、相手も釣れるわけないわ。7度だった。 7.4 ですね。 7.4 で巻いてたら釣れないですよね。いや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 、そんなことないですよ小森さん。ないな、これありますって。釣ってくださいよ、Gクランクで。Gクランク投げてるけど背の高い魚あるじゃないですか。ありますね。あの子がまあまあ魚の中に入りやすいんですね。はい、風ブロックしてるじゃないですか。はい、こっちはパラパラパラとこの辺までね、伝わってるんですけど、はい、まあ、春こっちからこっちにうろうろしないかなと思ってるんですけどね。川場もそんなに広いところじゃないから、まあ、南風の爆風でもこう南って吹かないんです。はい、北東が吹くんですよ。おかっぱりからやるんだったら、あのテトラの穴ジクジクなんかワーム放り込んでければ釣れたりしますかね。ここは釣れますよ。はい。